はい、どうも皆さんこんにちは。村松です。本日は地獄と極楽というタイトルでお話しさせていただきます。でサブタイトルが裏盆会ということになってるんですけども、もともとの話がですね、裏盆会についてっていうところから始まって、これから話していきますけれども、その裏盆会といいますと、どうしても地獄と関わってきますので、で私は今ご紹介していただいたように、仏教美術を専門にやってるんですけども、仏教美術なんですね。美しいものをですね、扱っているんですけれども、地獄ってことになりますと、後でスライドを見ていただきますけれども、美しいのかどうかっていうですね、考えてしまうようなものも出てくるんですね。そこで地獄だけだとちょっと、問題かなというふうに思いまして、浄土も含めて、で最終的にタイトルがですね、地獄と極楽ということで、皆さんご存知に今日からですか、お盆が始まりまして、皆さんいろいろと行事とかあるかもしれませんけれども、あれですね、きゅうりなすを使って、ご先祖様をね、こう呼んだりまた返したりということが、今日ですから、きゅうりに見立てた馬に乗って、ご先祖様が帰ってくるということなんでしょうかね。今日はそのお盆の話からですね、地獄の話、そして極楽ということなんですけれども、プリント今日、何枚か配らせていただきました。表裏に印刷してありまして、4枚ありますかね。番号でいうと8番まで、番号がつけてあると思いますけれども、まずその裏盆会というところからですね、1枚目のプリントの左側ですけれども、見ていただきたいと思います。もともとたどりますと、サンスクリット語の裏バンナというところから始まるようなんですね。でそれがそこに書きましたように、漢字でいくつか書かれています。でその中に裏盆那とか刀剣という言葉がありまして、でこの刀剣という言葉がどういうことなのかということを見てみますと、結局サンスクリット語の意味としてはですね、逆さずりの苦痛ということを、意味するんですね。逆さずりって言いますと、皆さん何を思い浮かべますかね。私はパッと思い浮かべたのがバンジージャンプを思い浮かべたんですけれども、あれは皆さん喜んでやってるんで苦しみじゃないんですけれどもね、昔の人にとってみたら逆さずりにされるっていうのは苦しいということなんですね。でそれがなんで裏盆会に関わってくるのかということになりますと、次のですね、裏盆教というものがあるんですね。でそこに、木蓮のですね、お母さんが出てくる話があるんです。そこに書きましたけれども、ちょっと読んでみますと、お釈迦様の皇帝の一人に木蓮という人がいました。神通力に優れており、あの世にいる母親の姿を見たところ、なんとそのお母さんがですね、地獄で逆さずりにされているんですね。でそういったものを神通力で見てしまうわけです。でそこで、木蓮はお釈迦様に母親を助けるためにはどうしたらいいのかというふうに尋ねまして、ですると7月15日に、多くの僧をもてなし供養すれば、そして布施をすれば、その功徳によって逆さずりの苦しみから逃れるだろうというところから、どうもその裏盆会ということが始まったらしいんですね。7月15日というのはどういう日かといいますと、ちょうどその、修行したお坊さんの一番最後の日で、最終日なんですね。でその日にその多くの僧侶に、供養すれば、それがですね、地獄に届くというようなことから、どうも裏盆といったもの、今我々お盆と言ってますけれども、いうものが始まったようなんですね。で実はですね、そのお盆という言葉も耳にするんですけれども、よく瀬垣絵っていう言葉も皆さん耳にしませんかね。瀬垣絵、垣に施しをする会と書いて瀬垣絵っていうのがありますけれども、それについてですね、実はその次のところに書いてあります。これはですね、読んでみますと、陸道で、ガキに苦しむガキ道に落ちたですね、飢餓に苦しむガキ道に落ちた衆生に、その正常な水や食物を与えて供養すると、それが瀬垣会ということなんですが、その瀬垣会をするとですね、その瀬垣会をした人に対して、その福徳長寿が増すっていうですね、ことが書かれているんですね。つまり、そのガキ道に落ちたですね、人にその食べ物や水をですね、施すと、その施した人の、福徳長寿が増すということが書かれているんですね。ですから実は今読んでいただいて確認してお分かりだと思いますけれども、そのお盆とですね、その瀬垣会ってどうも違うということが分かるんですね。今そのごっちゃにしてですね、一緒になっていますけれども、もともとは違うものであるということがここで確認されると思います。いずれにしましても、そのお盆とかですね、その瀬垣会っていうのは地獄に関わる話なんですね。でそこで、早速なんですけれども、次の2番の地獄の思想というところに話を移しまして、
一体地獄ってどういうところなのかということをですね、経典をもとにしながら見ていきたいと思います。地獄というのもやはりサンスクリット語にありまして、奈落というですね、サンスクリットで漢字に訳しまして、地獄とか奈落とか内裏というふうに漢字に訳されています。で、直訳しますと、地底あるいは海の遥か彼方にある死者の世界、地下の牢獄というふうに訳されるんですね。それが地獄ということなんですけれども、経典によりますとですね、その次の第一度論というものがありますが、そこにですね、六道あるいは六道について以下のように書いてあります。善悪を区別し、でそれを六道あるいは六道という、善には上中下があり、天と人とアシュラというものがあるというんですね。でその次に悪にも上中下があり、地獄畜生餓鬼道というものがあるというふうに書かれています。でこれを合わせて六道とか六道というふうに呼んでいるわけなんですね。でその地獄がどこにあるのか、気になるわけなんですけれども、愚者論という経典の中にですね、宇宙観、仏教の宇宙観が書かれているんですが、皆さんご存知のようにですね、その須弥山世界というのがありまして、でその須弥山世界の周りにですね、7つ島が山があると。でその周りに東西南北にですね、4つの島があるというふうに言われているんですね。でその4つの島の1つがですね、そのプリントの下の方に書きましたけれども、仙武州と呼ばれる、これは演武台とも呼ばれるんですけれども、仙武州と呼ばれる島があって、で実はそこにですね、人間が住んでいて、でその人間が住んでいる仙武州の地下にですね、地獄があるというふうに言われているんですね。ですから我々この住んでいる地下の方にですね、地獄があるというふうにインドの人は考えてたんですね。皆さんぜひこの建物にエレベーターがありますんで、一番下まで行ってみてください。何もないですけれどもね、すごい地下奥深くにですね、地獄があるというふうに考えられているようなんですね。で、イメージとしてはですね、皆様のプリントの、ちょっとめくっていただいてですね、5番って書いてあるプリントがあります。5番って書いてあるプリントの真ん中にですね、イメージで、その地獄が載っています。これは後で触れますけれども、往生要集というですね、日本で書かれた書物があるんですけれども、そこに載っている地獄の概念ですね、それを図にしたものです。でこの概念はインドでも中国でも同じですので、昔の人が地獄って考えるときにこんな感じで、イメージしていたというのが分かっていただけると思うんですね。一番上の方にですね、統括地獄というのがあるんです。統括地獄でバーッと来まして、一番下に阿鼻地獄というのがあるんですね。でこれ単純に数えていくと8つあります。で八大地獄というふうに呼ばれているんですね。ですから本当に奈落の底の底がですね、この阿鼻地獄といいます。よく阿鼻叫喚といいますけれども、その阿鼻地獄がこの一番下の方にあるんですね。ですいません、もう一度1枚目に戻っていただいて、1枚目の右上のところを見ていただきますと、やはりその第一度論という中にですね、その地獄について書いてあるんですね。で今見ていただいたような8つの地獄がこう積み重なっているように、地獄をイメージしています。皆さんどうでしょうかね。この中で自分は絶対地獄に落ちないと思ってらっしゃる方ばかりだと思いますけれども、地獄に落ちる要素、つまりどうすれば地獄に落ちちゃうのかっていう話になってくるんですが、気になりますか。あんまり気にならない感じですね、皆さんね。もし気になるようでしたら、ちょっと4枚目のプリントを見ていただきたいんですけども、すごい早いですね、皆さん反応が。4枚目の右側見ていただきますと、それぞれの地獄に落ちる要素が書いてあるんですね。4番って書いてあるプリントの右側なんですが、そこのところにですね、地獄に落ちる罪というのがありまして、一番上の統括地獄というのは殺生ですね、人を殺しちゃいけないとか、次2番目の国上地獄はやはりその殺生に盗みが入る、そして、3番目の集合地獄にはその2つにプラスですね、邪淫が入る。でその4つ目にですね、来る共感地獄にはその3つプラス飲酒が入るということですね。で皆さんなんかドキッとするものが、あるかもしれませんけれども、でそうやってだん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 と増えていくんですね。で罪の数が増えていって、一番、最後の方に阿鼻地獄というのがいまして、これも見れば分かりますけれども、普通じゃなかなかやらないようなですね、罪を犯していくとこの阿鼻地獄に落ちるということで、皆さん言葉に出さなくてもいいですので、ここに書いてあることをですね、
とこう反芻してですね、どうかなというふうにね、お思いください。ただ一つだけですね、言っておかなくちゃいけないんですけれども、この仏教って本当ありがたくて、地獄に落ちても助けてもらえるんです。で、今日後でその方法をお教えしますので、ぜひですね、皆さん多分浄土に行かれると思いますけれども、どうやって助けてもらえるのかっていうことですよね。でもう一度1枚目に戻っていただきます。実は今お話しした8つの地獄というのは、発熱地獄、8つの熱の地獄といいまして、後で見ていただくスライドの中にですね、分かるのが、あの炎に燃えている光景がたくさん出てくるんですね。熱いんです。でよくその 発熱地獄というふうに言われるんですけども、この第一要論の中にはですね、八寒地獄といって寒い方も出ています。ただこの寒い方はあんまり取り出されないので、今日はまあこの8つの暑い地獄の方をですね、中心に見ていこうかなというふうに思っております。で続いてその3番目なんですけれども、まあ、そういった地獄の思想がインドにあったということで、中国に入ってくるんですが、中国はその仏教が入ってくる前からですね、その冥界思想といって、亡くなった方が行くにはどういうプロセスでどこに行くのかということを考えていたらしいんですね。で次のその3番の丸1番がですね、中国における冥界というふうに書きましたが、ちょっと読んでみます。仏教が伝来する前に、死者の魂は泰山に集まり、そこにいる泰山夫君が魂の運命を握っているとされた。あるいは、まあ、崑崙山に昇仙するという考えもあって、まあ、そこでやはり裁かれるという考えがあったんですね。つまり、亡くなった後に魂が裁かれるという考えが仏教が入ってくる前からどうも中国にはあったということが分かっております。でその下にですね、実は冥界のレポートになるような、文章をいくつか載せましたけれども、時間の都合上ですね、下の方を見ていただいて、ですね、一番下の段落の、また日本領域にも影響を与えた明宝記というのがありますが、そこのところをですね、見ていただきますと、こんなことが書かれています。これはの地獄のレポートなんですけれども、ですね、全部読んでもいいでしょうかね。ここには特に、宿坊はなく、その神廟、神の廟の庇の下に寝泊まりできるだけです。これは実は旅人がですね、泊まるとこがないので、廟にそのお寺に来るんですね。でそこで泊まらせてくださいというふうに、お願いするんです。で、まあ、泊めるとこがないというようなことを言うんですね。でそうはそのどこでもいいから泊めてくれっていうふうに言うんですけれども、実はですね、そこに泊まると死んでしまうというようなことを言われてしまうんですね。で、でも止めてくれっていうふうに言っていますと、夜中にですね、その旅人の僧侶が泊まっているところに、冥界の神みたいなのが来るんですね。でそこで、話が進んでいくんですけれども、実は自分はその亡くなった友達に会いたいということを言うんですね。でそうしますと、その人がですね、分かったということで、答えを出すんです。でその亡くなった方2人いるんですけれども、1人はですね、いわゆる浄土のようなちゃんとしたところに行ってるんですけれども、1人がですね、どうも地獄に落ちたっていうことなんですね。でその、夢の中なんでしょうけれども、じゃあその地獄に落ちたですね、人に会いたいというふうに言って、話が進んでいって、下の方にアンダーラインを引きました。そこだけちょっと見ていただければと思いますが、ほどなくですね、その人と一緒に地獄にたどり着くんですね。でそうしますと、病獄が、たくさんあるのが見えて、火炎が燃え盛っているというようなことなんですね。でしかも続いてですね、その神が僧を連れてある院に入ると、遥か遠くに一人の人物が見えると。で火炎の中で何事か叫んでいるが、その声は聞こえないと。で姿は変わり果てて誰だかわからないぐらい。で血肉の匂いが鼻についてたまらなく悲しい気持ちにさせたということが、語られているわけなんですね。これは地獄のレポートで、またその人が目から覚めてですね、こういうことをですね、誰かに語るという話なんですね。いずれにしましても、その地獄に落ちるという考え方が昔中国にはちゃんとあったということが確認できます。で、1枚目の裏側をめくっていただいてですね、冥界の審判ということで、その中国の人たちは、冥界で亡くなった後の世界でですね、裁かれるというふうに考えていたんですね。で、どのような裁きがあるかということを考えていったところですね、次のところ丸2番ですけれども、2枚目ですね、1枚目の裏側の丸2番の冥界の審判というところなんですが、
冥界には審判があるとされてまして、死んだ人はですね、7日ごとに、10人の王様によって裁かれるというふうに考えられていたんですね。で、これは実はその中国には仏教以外に道教というものがありまして、その道教の思想もですね、だいぶ入ってきているというのが分かっています。で、次に書きましたが、これ見ますとなんとなく皆さん聞いたことあるような言葉だと思いますね。初7日ということが書いてあって、でずっと横に進んでいくんですけれども、次はこれ27日じゃなくて27日というふうに読んでいきます。これ掛け算なんですね。7の倍数でどん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 進んでいきます。でその進んでいくときにある人に裁かれるということなんですね。ですから、最初の初7日のときにですね、新皇王という人に裁かれる。で27日ですから、14日目にですね、初皇王という人に裁かれる。でずっといきまして、聞き慣れた言葉としてはですね、57日ですね、閻魔王ですね、という人に裁かれるということです。で全部で10個ありまして、10人の王様に大王によって裁かれるということになっているんですね。で最終的には三周期、3年目にですね、五道天輪王という方に裁かれて、全てが決まるということになります。でこれは仏教の思想にですね、道教の思想が入って、いわゆる十王信仰というものを編み出します。で、十王教というのがあるんですけれども、これはインドではなくて中国で作られたお経ということで、こういったですね、死後の裁きといったものが具体化してくるんですね。で、そうなってきますと、今度だんだんとですね、その裁かれるのはいいけれども、裁かれるたんびにどん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 地獄に落ちていくっていう方いるんですね。かわいそうにいるんです。で、その人どうやって救えばいいのかっていうことをどうも考えるんですね。で、続いて3番目なんです。地蔵菩薩による救済というのがありましてですね、このお地蔵さんというのは皆さんご存知のように、もともとインドの神様が仏様になっていくんですね。バラモン教の地神といったものがですね、仏教に取り入れられていきます。で、六道救済の菩薩として仏教にですね、入ってきて、で最終的に中国に入ってきた時に東大になって、こういうですね、地獄巡りをして人々を救うというようなことが行われるんですね。で、その下に書いた経典の中にそういったことが書かれているんですけれども、皆さんお地蔵さんってどういう役割かご存知ですかね。この中の方たちは大体お地蔵さんというのは、お釈迦様が亡くなってから、弥勒菩薩という方がこの地上に降りてくるまでの間、56億7千万年間、いわゆる無仏時代という時代があるんですけれども、つまりお釈迦様が亡くなってからその弥勒菩薩、弥勒仏が降りてくるまでの間があるんですね。でその期間を守るのがお地蔵さんなんですね。すごくありがたい方なんですね。で、我々を救ってくれるということだったんですけれども、でその救うというですね、考え方がこの十王信仰の中に実は入っていくんですね。これ中国で考え出される思想なんですけれども、そこに書きましたようにですね、無仏世界の修行救済をですね、になった方ということで、声聞行、これはお坊さんの比丘の姿で、作られるんですね。で、また冥界では閻魔王や獄卒の姿をとって救済に当たるということが説かれておりまして、先ほど申しましたように最終的に救ってくれる方はこのお地蔵さんなんですね。ですからそのお地蔵さんへの信仰というものはすごく高まっていくわけなんです。でこれもですね、先ほどお話ししたその道教のその十王信仰と重なっていきまして、中国でその仏教の経典がインドではなくて中国で新たに選出されていきまして、そこの予習十王教七教というのがありまして、でこの中にですね、地蔵菩薩が十王の一人である閻魔大王と同体という説が出てくるんですね。閻魔王と、お地蔵さんがイコールであるということが言われてしまうんです。でそうなりますと、どん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 そのお地蔵さんへの信仰が高まってきまして、後でスライドで見ていただきますけれども、その十王プラスお地蔵さんという図像が出てくるんですね。これは日本でもあるんですけれども、例えばですね、皆さんにお配りしたプリントで言います と、4番って書いてあるプリントをちょっと見ていただきたいんですけれども、ここにですね、4番って書いてあるプリントの真ん中を見ていただきますと、これ実は冥界の図だと言われているんですね。亡くなった後に行く場所というふうに言われているんですけれども、真ん中に実は釈状を持ったお地蔵さんが座っていられます。でその周りにですね、机を前にして座っている方がいるんですけれども、これが十王なんですね。つまりお地蔵さんが真ん中にいて、周りに十王がいてという雰囲気で作られております。これはまさしくですね、これ中国の敦煌で発見されている図なんですけれども、
この時代すでにですね、中国ではそのお地蔵さんと獣王を一緒にセットにして、まあ祖先供養をしていたということがですね、お分かりいただけると思うんですね。その左側はですね、この四川省の石窟なんですけれども、立体の彫像でも、そういう獣王とお地蔵さんがセットで作られる。で、今このプリントではちょっと分かりにくいですが、後でスライドでお見せしますけれども、そのお地蔵と獣王プラスですね、地獄の模様が彫られているんですね。ですから、まあそういった地獄に落ちたとしても、獣王に裁かれて落ちたとしても、お地蔵さんが救ってくれますよというようなことがですね、中国で出来上がって、まあそれが日本に入ってきたというふうに考えられております。